連合山形は賃金の引き上げなどを目指し、春闘に向けたキックオフ集会を開きました。集会には要求の実現に向け団結しようと、労働組合の役員などおよそ100人が集まりました。賃上げが物価上昇に追いついていない中、連合山形は春闘に向け 5% 以上の賃上げや働き方の改善などを目指す方針を確認しました。賃金の要求では、企業規模や雇用形態、男女間での格差を是正することを目的とします。男女間の格差については職場の実態を把握し改善に努めるとしました。今の物価上昇が続く中、今まで以上に強い姿勢を持って賃上げは譲れない、このことを粘り強く主張して賃上げの成果を勝ち取っていかなければならないという。